三上洋介は北海道出身のサッカー選手。ポジションは MF、FW。北海道札幌市出身。小学生時代は札幌 FC、宝座 SC に所属した。2005年にコンサドーレ札幌 U-15 に入団。2005年4月 U-13 日本選抜として中国遠征に参加。1年目はクラブユース選手権に帯同し、 グループリーグ1戦目と3戦目にベンチメンバーに入った。2年目はクラブユース選手権でグループリーグ3試合すべてに途中出場した。1戦目は前半29分から途中出場。2戦目は後半7分から途中出場。3戦目は後半開始から途中出場。2008年コンサドーレ札幌 U-18 に昇格。高校は 札幌シンカー高校に進学した。1年目はプリンスリーグに計6試合出場し、5得点を挙げた。プリンスリーグ第4節では後半15分から出場し、ハットトリックを決めた。三上は7月中旬に負傷し、3ヶ月にわたって実戦から離れた。2年目はクラブユース選手権でグループリーグ3試合及び準々決勝の計4試合に先発出場した。 グループリーグ1戦目は後半6分に途中交代。2戦目は後半12分に途中交代。3戦目は後半10分に途中交代。準々決勝は後半22分に。高窓の宮ア杯にはグループリーグ3試合に出場。1戦目は前半42分と後半1分に得点を挙げ、後半34分に途中交代。2戦目は 後半31分に途中交代。3戦目はフル出場した。2010年のクラブユース選手権には負傷のため参加せず、2009年の熊本キャンプから定期的にコンサドーレ札幌のトップチームの練習に参加。2010年3月19日、西登録選手としてトップチームへの登録がなされ、背番号31が与えられた。 トップチーム初出場は2010年5月30日の J2 第15節富山戦であった。三上は先発出場し、後半42分までプレーした。試合後、札幌広報事業部の三浦正幸は、得点を演出した、ボールへの執着心は大したものだと評価した。三上は続く J2 第16節草津戦にも先発出場し、後半11分までプレーした。 トップチームでの初ゴールは2010年10月16日、札幌厚別公園競技場での J2 第30節、甲府戦であった。後半4分、甲府陣内左サイド深い位置でのパス回しから、MF、高木淳平が出したグラウンダーのクロスに、ゴールエリア右側に走り込んだ三上が左足で、合わせて、ゴールを決めた。この得点シーンについて、三上は、試合後、 左サイドで完全に崩していたので、ゴール前で信じて待っていましたとコメントした。当初、三上のトップチーム態度はこの試合までの予定であったが、この試合後、クラブ側の希望により、態度スケジュールは次節の富山戦まで延長となった。三上は2010年10月24日の J2 第31節、富山戦にも先発出場し、後半21分までプレーした。 またこの日、札幌は、三上の来季トップ昇格を内定した。クラブ側は、最終判断は、育成部との話し合いになるが、能力的には、申し分ないとの評価を示し、石崎信弘監督は、今のチームの中で実力があると賛辞を送った。三上自身も、プロ入りを希望し、沖田優ーチは、キャプテン C が出てくれば重要な選手に育つと評した。クラブは、 三上のトップチーム帯同を富山戦で一時終了とし、今後は学業との両立に配慮して、週末限定での帯同とする方針を固めた。その後2010年11月4日、札幌は三上と仮契約を締結し、2011年シーズンからトップチームに昇格する旨を発表した。2013年シーズン終了後、契約満了により札幌を退団し、 2014年シーズンにより、カタール・トヤマ移籍。札幌対談後、トヤマの練習に参加した三上は、練習終了後加入を即決した。2015年、岸の監督指揮下において、玉際の強さや運動量を評価され5月初旬より、ボランチに、コンバート、公認の沢入監督下では右サイドバックで起用された。2017年、 A.C. 長野パルセイロへ完全一席。2020年、ブラウブリッツ・秋田へ完全一席。ユース時代の三上について、2010年のコンサドーレ、札幌監督、石崎信弘は、ポジションはどこでも無難にこなすし、頭がいいと述べた。また同クラブの広報は、三上のトップチーム昇格の発表に際して、プレーの特徴を中盤でもプレー可能なほど、 戦術理解に優れる正確な技術と決定力が魅力のストライカーと紹介した。ありがとうございます。